この新春ジャイアントシリーズは単冠戦、世界ジュニア、そして世界タッグ、この3つのタイトルマッチが当初から予定されておりました。しかし今宵のアジアタッグは急遽決まった選手権試合であります。今本田そして泉田の2人から伝統のアジアタッグのベルトが一旦本部席に返されます。果たして全日マットの牙城を守るべく本田泉田はこのベルトを巻いてリングを降りることができるでありましょうか。アジアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。なおコーナー挑戦者チーム215本の新崎人生空からベルトをかっさらうか、はやぶさ。中コーナーアジア探究選手権チャンピオンチーム270本の泉田潤。アジアを守る全日の門番泉田潤。270本の本田多門。アジアを守る分厚い壁、本田多門です。60分の一本勝負です。チャンピオンチーム本田泉田、チャレンジャーははやぶさ、そして新崎人生です。挑戦者の2人はともに白を基調にしたコスチュームで神聖ないでたちで今日のリングに立っています。一方のチャンピオンチームは自然体です。今日が初防衛戦になりますチャンピオンチーム、そして新崎はやぶさにとっては初の全日マットでのタイトル挑戦になります。青コーナーは新崎、赤コーナーは本田。初防衛戦のゴングが鳴りました。チャンピオンチーム本田、チャレンジャーチームが人生です。この人生とはやぶさ2人が日本国内でタッグを組むのはあの97年の最強タッグ以来になります。タッグとしてのブランクを考えますとチャレンジャーチームはもちろん大きく不利な条件ではありますが、そのあたりはこのはやぶさ人生の信頼関係全く問題はないと見ていいでしょう。97年の4月にはやぶさ、7月に人生、全日マットで培ってきたこの実績力、それが認められての初めてのタイトル挑戦になります。ヘッドマットを抑えた、地獄好き、ヘッドマット、重い一発が来た、ぐっと膝でこらえます人生です。立ち上がりはまず打撃系の技で見せました本田、そして人生です。一挙手一投足にじーっとこの後楽園ホールのお客さんの目が集まります。バックに待った、3回アマレスでオリンピックに出たこの本田のバックを取りました新崎人生です。体格の面では188センチの本田、180センチの新崎人生です。腕をひねった、人生の左の腕、手をかけて今それをほどこうという人生です。ひねってひねり返しました。さらに絞ってバックを取ります。足をかけました、上になります。またこれでくるっと1回転。初防衛戦ということもありましてチャンピオンチームも慎重です。一方攻めている人生はやぶさ、人生の動きも慎重、落ち着いたものを感じます。静かな立ち上がりのアジアタック60分の一本勝負です。ヘッドバット、
期待のあたりを抑えます。そしてコーナーからは泉田です。二人ともこのヘッドバットの名手、使い手であります。徹底してヘッドバットを打ち込みます。泉田、人生の肩口から額のあたり、地獄突き、パチーンという音が響きました。青コーナーのハヤブサにタッチ、ダブルの連携が見られるか。抱え上げてボディースラム、そしてひねりを加えてボディープレス。久々にこの華麗な技がこの全日マットで繰り広げられそうです。あの 5.1 東京ドーム大会以来の全日マット出場になります。ハヤブサです。おととしの4月2日大阪府立体育館で全日マット初登場を果たしましたハヤブサです。その後はハヤブサ、そして人生、この2人のタッグで最強タッグにも出場しまして2勝7敗の成績を残しました。勝ち星の上では恵まれませんでしたが、この2人が対戦するカードはどれも名勝負になりました。全日本マットに確実に新しい風を吹き込んだハヤブサ、そして人生、この2人です。ブロックヘッドシザースの体勢、ぐーっとこのハヤブサの右の太もものあたりが本田の首に食い込んでいます。そして今腕も取って体勢を完璧にしようというところです。60分日本勝負のアジアタック選手権試合、立ち上がりは静かにグラウンドの攻防。さあこのカットに入った泉田に対しましてハヤブサが突っかけます。ただまだそれほど熱くなるという場面はありません。初のタイトル挑戦、あるいはその神聖なる思いを今日のコスチューム白で統一してきたこのハヤブサです。ハヤブサがロープに飛ばした、ショルダータックル、大きく飛んだハヤブサ、泉が飛んで隕石落ちた、ヘッドバットを落とします。脇腹のあたりに決まりました。やはり重量感という面ではチャンピオンチームです。本田多門115キロ、リング内の泉田132キロです。もう一回ハヤブサがロープに飛ばしました。ショルダータックル、もう一回大きく飛んだ。立ち上がってロープに飛ばした。さあ縦横無尽に駆け回って入ってくるところ。ドロップキック、顎の先端、アイアングルのドロップキック。ようやくハヤブサが自分のペースの技を出せました。モンゴリアンチョップ、地獄突き、人生のこういった打撃系の技に翻弄されています泉田。モンゴリアンチョップ、ヘッドバット、正面から入った、モンゴリアンチョップをカットしましたが正面からヘッドバット、ちょっと今ゴチンという鈍い、あっと期待が割れました。人生、その血が止まりません。ものすごい勢いで額から出血、一本の筋になって人生の額からおびただしい量の血が流れております。あーっとこの後楽園ホールの場内が異様な雰囲気に包まれております。青コーナーのエプロンが真っ赤に染まりました。今のそのモンゴリアンチョップをかわしたところは良かったんですが、そのノーガードのところでヘッドバットを正面から受けました。ちょっとこれは人生がピンチです。ああ、その割れた額にヘッドバット、みるみる間にこの人生の上半身が真っ赤に染まってまいります。ああ、止まりません。超満員の後楽園ホールのお客さんの視線がこの人生の割れた額、その一点に集中しています。いよいよもってこのチャンピオンチームの攻撃、重厚感を増してまいりました。徹底したヘッドバット攻撃、あとコーナーに下がった泉田までもがヘッドバットの手を緩めません。
人生がヘッドロット。しかしこれでは打つ手はありません。白で統一してきたこの針のリングコスチューム、しかしすでに新崎人生の白いその白衣は徐々に徐々に真っ赤になってまいります。なすがままやられるがままになっております。人生おびただしい出血を見ております。はじめは1本だったその血の筋があっという間にその川の流れのように太くなってまいりました。徐々に徐々にその全日マットブルーのマットが人生の流れている血でシミができるようになりました。バックリバッターバックリバッターバックドロップハイアングル、そのまま丸め込んだ早田カット。今人生の落下した地点がもうすでに流れた血でシミができています。さあ一回転してヒップドロップ、すべての技に力があるなと返り血を浴びたそのホンダの額、まるでホンダが出血しているかのように人生の血のりがピタッとついております。白で統一してきたその衣装が見るも無残に真っ赤に染まっていきます。最近の全日マットでは久しく見ることのなかったこの流血、1月2日の新春バトルロイヤルでは小橋、そして1月15日横浜のベイダー小橋戦では小橋が、あーっとここで人生が意地を見せる。3度目の流血の惨事、全日マットもう何発のヘッドバットが打ち込まれたか数えられません。試合開始から10分、人生にとってはとてつもなく長い10分です。リングを取り囲んでいるカメラマンの動きも非常にせわしなくなってきました。その動きがこの事態を物語ります。足を取ってそのまま足を固めます。1回転したあとそのまま SDF ステップオーバーとホールドウィズフェイスロック。泉田本田この2人が冷静に試合を運べます。絶対的優位に立っているチャンピオンチーム、さあそして初めての挑戦という大きな栄冠を得た人生、果たしてこの流血の惨事を超えて乗り越えて初の体感ということはなるんでありましょうか。じりじりとロープに逃げようという人生、しかし肺の出血はまだまだおびただしいものがあります。コーナーで控える早歌は全く手を打つことができません。ひたすら声を出すのみ、激を飛ばすのみのコーナーの早歌、ロープまで30センチ、手を伸びるか到達するか、 STF ががっちり決まっている。耐える人生、体のあたりからまだ出血が止まりません。真っ赤に染まっている人生の額、ガッと締め上げる本田、今サードロープに手が届きました。しかしご覧の表情、まるでその人生の出血がリング内での足跡のようにベタッとその血の跡が残っております。さあ今度はコーナートップから泉田ラッカーと人生よく見ていた。血で染まるとも見えない視界の中、よく泉田の動きを見ておりました。トラスク早押さち3タイム締めるも、おっとカウンターで入りました。さあ早押さ取るか、スライディングキック、おっと2人、泉田が鉄柵の外、さあ早押さどうするんだ、早押さがトップロープ握っているぞ、トップロープ握っている、飛ぶのか、飛んだ、鉄柵の向こうの泉田の上で飛びました。なんという飛距離、すでにこの後楽園ホールのお客さん椅子は5列ほどもう壊滅状態になっております。ここはもうハヤブサが踏ん張るしかありません。
めて与えられた全日マットでのタイトル挑戦、生かすも殺すももうこのはやぶさ1人にかかってきました。いかにこの人生のスタミナの回復を待てるか。ロープに飛ばした、キック、これは花っ柱が来か、抱えるか抱えるか、フィッシャーマン垂直落下で持っていきました。ちょっとこの状態ではチャンピオンチームがヒールです。チャンピオンチームには初防衛という使命があります。そしてはやぶさ人生、なんとかこの機会をビッグチャンスをものにしたい。リングの中央、グレンマスターか、あるいはファルコンガローか、ラリアット、ラリアット、コーナーの人生も思わずガクッと膝をつきました。さあニュートラコーナーからラリアット連発、コーナーパッドに後頭部を打ちつけました。ラリアット背後から円髄のあたりにラリアット、今日のチャンピオンチームは荒っぽい。さあそのままコーナーに据え付けた。さあこの体勢はタモンズファードか、あっと切り返した切り返した、村上の名で切り返した。さあ人生、人生が、人生がニュートラルコーナートップロックか、手下げり決めのカット。さあチャレンジャーチームビッグチャンス到来。トラスキック、さあロープに飛んだ、フェイスクラッシャーダボー、人生に託します。まだその出血は止まりません。さあ今度はエプロンからスワンダイブ式、人生を飛んだ、膝から落ちた。さあまだ続く、ムーンサルトを放った。さあ今度はニュートラルコーナー取ったら人生、拝んだ拝んだ、転ずれば通ず、人生ショルダータックルを見せました。一気化成に本田を攻め立てます。まだ泉田はカットには入れません。さあカバーに入った、本田泉田にとっても大事な初防衛戦です。第64代のチャンピオンチーム、もしこの試合に負けますと異例の全日マットからのベルト流出ということになります。さあ拝んだ、抱え上げるか、115キロの本田タモンを一気に抱え上げることができるか、人生が抜くことができるか。しかし力を加えれば体からの血は止まりません。返されました、ヘッドバットです。チャンピオンチームにも意地がある泉田7年目、そして本田6年目での初めての体感、ようやく手にしたアジアのベルト。この2人初防衛戦でこの新参者の人生、そしてはやぶさ、この2人の挑戦をしっかりと退けなければ明日のこの2人の活躍はありません。まずはやぶさをカット、人生は立てるか、泉田がコーナーのトップに立ちます。隕石落ちた、ストマックのあたりにズワッと決まった、スライディングキックではやぶさカット。長期戦になってまいりました、アジアタックの初防衛戦。人生のこの流血を見るにつけ、やはりチャンピオンチームの本田泉田の重量感が物を言ってきます。イラン蹴り、あるいは額の傷口のあたりに入ったのかもしれません。ものすごい勢いでのヘッドバット、血のしぶきが上がります。ああ、エンジン切り、エンジン切り、
さあ今度は早草、あーっと左を加えた、ツーカウント、もうこの早草が踏ん張るしかありません。泉田冷静にカット、早草が背を向けている、あーっと張った、そのまま胸を合わせてなだれ式で打っていきました。数多くの必殺技を持っていますはやぶさ、それを出すタイミングがどこで訪れるか。ジャーマン投げ捨て、おっと危ない、あるいは一瞬意識が飛んだのかもしれません。さあコーナーは本田をカットした、チャレンジャーチーム大きな波が、うねりが、さあ押し寄せるか、早尾さんトップに立った、ファイヤーワードスプラッシュ、本田カット、コーナーでがっくりな人生、ほどブーイングを浴びるチャンピオンチームというのも珍しい、それだけはやぶさ、そして人生はこの前日マットに認められております。そして今日は予想外の人生の大流血があります。非常になりきれるかチャンピオンチーム、最後まで諦めないかチャレンジャーチームアート、最後から人生ソフトボブ、大流血を見ても人生まだまだ飛び技が出るのか。立ったミサイルキック、ものすごい高さ、20分の声を聞きました。さあフェイスロック、あっと腕をクロスした、これは極楽固め、おっと泉で勝った、あっと足を使った、マンダのひねり、人生よく見ている、カットに入った泉田をマンダラ左、さあ今一度本田多聞を極楽浄土へと導くことはできるんでありましょうか。新崎人生、抱え上げた早草、わーっと落差のあるフェースクラッシャー、さあ今度は早草が泉田を場外でカットしていると、カバーに入った人生、あーと、スリーカウントは奪えません。アジアタックのベルト流出なるんでありましょうか、あるいは本田泉田組が嬉しい初防衛達成なるか、その瀬戸際が訪れようとしております。青コーナーに早草が戻りました。もうこの人生の白衣は自らの出血でもうぐしゃぐしゃになっております。足を掴んだ、ヘッドバット、バックに回った、バックから早草カット、回った、リンネ回った、後頭部にジャストミート、こんな流血の中でも一発一発の技的確にヒットしています。場内は人生コール一色に包まれました。チャンピオンの初防衛戦ということを、あるいは後楽園ホールのお客さんが忘れているかもしれません。それだけこのはやぶさ人生の頑張りは素晴らしいものがあります。さらに攻めたれてパワーボンに持っていくか、いや後頭部にヘッドバット、さあヘッドバットで、ね、はやぶさ、あバックに乗った、バックに乗った、抱えた、じゃあ投げ捨て、返した返した、人生返した、なぜまだ返せる力があるんだ新崎人生。すでに出血を受けてから20分を超えています。あっと早草が
はやぶさが蹴散らされている。ヘッドバット、ヘッドバットにヘッドバット、出血の人生がヘッドバット、エプロンからいじめた、バックに回った、ジャーマン2発目、ジャーマン2発目、おっとはやぶさカット、我々の視界、その視界の外れたところからはやぶさが飛んでまいりました。しかし人生はすでに本田多門の落差もあるジャーマンを2発食らっています。すでに虫の息の死んだき人生。さあ場外で泉田がはやぶさを捉えている、ぶっ殺すか本田、抜いたジャーマン3連発、そのまま丸め込んだ、チャンピオン8号へ、シドルの8号へ設置になりました。23分37秒非常に長い大きさになりました。この8号衛星ご覧の死んだ人生です。しかし人生は最後の最後まで非常に粘っこく食らいついてまいりました。チャンピオンチームの本田、そして泉田にしましてもようやく防衛できたという思いは強いかと思われます。すでにその手の番で感情がばっかり染まっている人生、その成果を一手に倒れている中、栄光のベルトが本田、そして泉田に手渡されました。あまりにもくっきりと明暗の分かれているこの試合後の両チームです。誇らしげに泉田、そして本田の2人がベルトを肩にかけ、そしてカップを手にしています。10月6日に手にしたこの64歳目のアジアタッグのベルト、3ヶ月空きましてこの2人が初防衛に成功しました。まだ人生は立ち上がることができません。まだ人生は立つことができません。チャンピオンチームは記念撮影、そして敗れたりチャレンジャーチームははやぶさが手を貸して人生がようやく立ち上がれるかどうかという体制です。このはやぶさ人生に鋭い視線を送ります。初防衛に成功した泉田、勝っても笑顔はありません。厳しい表情のままこのリングから下がる人生、そしてはやぶさの行方を見つめています。当然はやぶさは再戦を要求します。改めてこの人生の出血がまた増えてきたようにも見えます。壮絶なる流血のアジアタックの選手権試合となりました。高々と陸狙いで手を挙げる初防衛成功のチャンピオンチーム、第64代の王者は本田泉田、見事最初の滑り出し、そして出血の新崎人生はこの2人をじーっと見つめて合唱、流血の新崎人生何を思う、チャンピオンチームが初防衛に成功しています。